いや、テルジーチャンネル、テルです。ジーです。なんか来月から消費税が上がるらしいですね。10% も上がるとこ言ってますけど。で、今、調べたところ、タイヤですね。タイヤの値段もなんか消費税上がるらしいんですよ。タイヤも上がるってことになれば、ちょっとこれ、9月いっぱいに変えとかないかなと思ってですね。まあ変えるなら今月いっぱいですよね。消費税が上がる前に変えておきたいなと思ってるんですよね。で、今度車検があるんですよね。この車車検なんですよ。12月にね。で、それまでに変えとった方がいいかなと思って。この前、車検過ぎた後に言われたことは、これもうタイヤ変えんと今度の車検は通りませんよ、なんてことを言われたんですよね。で、まあ今度通るか通らないかわかりませんけど、もう通らないにしても通るにしてもね、まあ一応タイヤはもう変える時期かなと思ってますので、ちょっとタイヤ見てみましょうかね。まだ溝あるように見えるんですけどね。もうこの縦の溝はもうすり減ってますよね。ここですね。この溝は浅いですね、もうね。はい、そういうことでね、まあ遅かれ早かれね、タイヤを変えないかなと思いますので、明日でも買いに行きますわ。はい。
はい、タイヤの交換終わりました。あ、4本同時に変えたらね、結構ね、値段になりますね。でも消費税が上がってからじゃね、もっと高くなりますからね、今のうちに変えとってよかったと思います。これで次の車検は、大丈夫だと思います。はい、では今日はこの辺でお別れします。はい、タイヤの交換でした。バイ。